次はですね、はい、愚者の鎖、鎖です。これは食わないですね。これは何してんだろうね。簡単に巻いてんのかな。巻いてんのか分かんないけど巻いてんのかな。ジャラジャラしてんのかな。そう、鎖も使うイメージあるな。でも確かに鎖もね、そう結構使うんですけど、これも、スチール、サイリン、レイ合わせて約3700個。あ、なるほど、4000切ってきたね。4000切ってきた。そう、おそう、やっぱ最初の方にいた英雄の証とか、やっぱさっきも言ったけど初期サバーがね、ちょっとね、そう使うからね、まともな数じゃなかったね。そうまあ3000もやっぱりでもひどいけどなそうすごいけどな。そうで、まあよく使うサーバントとしてはライダーのケツアルコアトル、あーケツアルさん、はいはいはい、うん、はスキルで216個使います。おお、200超え、うん、しますね。はい、で、あとはまあナポレオンも、はい、スキルで216個使います。そう、やっぱ200超えると結構使うんだな、このキャラって感じだね。216は結構使いますね。高いなそうだってあれですよ、こう自分のさ画面でさ、あ、骨とかいろいろ動作が216から持つかなと思ったらさ、全部食われるんですよ。そう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 一気に、お、育てたいなと思うキャラ一人来たらもうアウトみたいな話になっちゃうから、ね、そう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 。で、そう、あとまあその鎖って言ったら、そのユイさんの推しのエルちゃん、エルシティアルも結構食うんですよ。はい、エルちゃんでスティールで132個。あー、そうか、そう、なんかエルちゃんが育った時はあんまし、でも鎖は困らなかったかな。あ、ほんと、たまたま多分クリアルというか、あの被るキャラがいなかったからだと思うんだけど、うんうんうん、そうそうそう、でもエルちゃんには使ったな、確かに、うん、はい。で、まあ、おすすめの周回のするところといえば、まあ、第6特異伝のキャメロットの死の荒野。キャメロットですか。キャメロット、あ、はい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 、あそこが一番おすすめかな。理由はまあ、ここも単独だからおすすめはしてるんですけど、まあそうだね、はい。で、まあ他にもまあ 1.5 部とかになっちゃうんですけど、まあ、アガルタとかセイラム、あー、なるほど、でもまあ落ちるとこなんで、まあ、アガルタだと北の断崖とか、セイラムだと郊外の屋敷とか、はいはいはい、まあ一部終わってる人だったらまあそっちでもいいかなって感じで、ね、まあ、こっちは副産物でまあ落ちたりするんで、他にもいろいろね、そう、確かに確かに、いろんなもの欲しいなって場合にはそう、うん、いいかなと思います。狙うのもありですね。はい、で次が毒針、バンシの毒針。あー、毒針はなんか足らなかったイメージあるな。そう、毒針はね、これはバビロニアで初めて出た素材だからそれ以降になるから全部が、はい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 、はい、だからそう、バビロニアまで行ってない人だと、まあ、イベントとかで集めてもらうしかないっていう形になっちゃうんですけど、確かに、まあ、厳しいな。そう、厳しいんですよね。で、まあ、ってことは使用数は少ないんじゃないですか。あ、まあ全然、まあ、多いけどね、まあ少ないよ、まあ、うん、今まで行った中ではまだ少ない方がいい。まあ、これもスティールサイリンレイ合わせて、まあ、約2000。おお、2000か。でも2000使うんか。そう、で、まあ、よく使うサーバントは山のオティナ。あ、オティナさんか。オティナさん、うん、スティールで177個。おー、あとイヴァン雷帝とかもスティールで177個使う。で、まあ、おすすめの周回の時はところは、まあ、ダイナの扉のバビロニアの、まあ、足の腹、ここだと単独なんでいいかなと思います、はい、そこまで回ってね、うん、行ってる人だったら。そう、まあ、あとはね2部になっちゃうから、やっぱそうだね。そう、後半に出てくるとやっぱり2部とかが多くなってきちゃうかな。そうなっちゃうから。そう、そっか。いや、まあ、うん、まだ1部ぐらいしか終わってない、一部終わったところぐらいだよの人は、まあちょっとあんまり選択肢少ないけど、そう、ちょっと頑張ってやっていくしかない感じですね、これ。うん、で、まあ、まあここまでで大体一部、ああ、ここまでで一部か。そう、出た素材になる。で、次はまあ一部以降の同素材になるんだけど、まあ次は魔術髄液。ああ、うん、髄液使うね。そう、髄液がね、まあ、これもスチール再利用で合わせて2800使います。おー、あれ、え、毒針より多くない。毒針よりかはそうですね、多いですね。毒針が2100個ぐらいなんで。そう、うわ、毒針より多いんだ。そう、へえ、だから使うやつがすごい使うんじゃないこいつ。あー、そっかそっか、1キャラでどうなんだろう。そう、まあだから、そう、サーバントで言うと新宿のアーチャー、あー、そう、はいはいはい、だと、そう、まあ、スチールで216個使うからそう。であとはバサカの土方さん土方さんね、うん、土方さんも216個使うんで、うわ、200オーバーだ。200オーバーです、はい。で、これのおすすめの周回は、まあ、これも新宿から出たんで、まあ、アッシュ得意点1の 1.5 部のアッシュ得意点1の新宿の新宿駅、ここがまあ単独なんでいいかと思う。なるほどな、うん、まあ副
産物狙いならまあ新宿の4丁目とかまた新宿の御苑とかでもいいかなと思います。はいはいはい、はい、なんかちょっと話すごい脱線するんですけども、うん、新茶さんを俺あの結構初期に手に入れたんですよ。ゲーム始めた 直後っていうかまあ、うん、星5だよね。星5の3体目とか4体目とか、そのぐらいになってるんだよね。ってことは俺2部は、うん、入るまでね全然スキル上げられてなかったんだよね多分ね。ってことだね。そうなんだろうね。まあでもイベントでね出てればね。まあ確かにイベントで ね、 うまくゲットすることはできるかもしれないけど。そう。なかなか厳しいですねそういった意味じゃ。そうなんですよね。まあだからその進んでないとやっぱりイベントっていう形になっちゃうんで、うん、もうイベントだとじゃあこう忘れずに交換するようにした方がいいと思う。まあ全数もらうっていう感じですよね。はい。で次が宵鳴きのテック。はい、宵鳴きのテック。クイですね。はい。1.5 セイレムで。初めて出た素材なのかなこれも。あ、そうなんだ。ちょっと後なんだな。ちょっと後なんですね。はい。でこれもまあよく使うサーバントとしてはゆいさんの推しのエレシュティガル。はい。これスキルで216持ってきます。俺あの宵鳴きのテックイで止まった一回。そう止まるよねあれ。うん。だからそこで、うん、それ欲しさになんか頑張った記憶はすげえある。なんかあの。そうクエで交換素材に入ってたらもう全部取るみたいな全部入れちゃうみたいな分かる分かる感じでやってた。そうそう。であとはまあライネス。あライネス、そう芝居ライネスの、はい、そう芝居もうスキルで216個使う。おお200超えてきますな。超えてくんですよみんな。そうでこれもうおすすめの周回は 1.5 分の圧縮特技圏のセイレムのガロのガ。ここはもうはいみんな食い欲しくてガロを回ってます。あそんぐらい出る出るっていうかねそこが一番いいから。あ一番いいんだ。そう食いないガロ骨ない食いその流れがねそうどこに行くってガロ行けガロみたいな感じになるわけなのでちょっとガロ行ってくるわみたいなそうはい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 。でもあとは副産物狙いだったら同じセイレムのカーター家とか郊外にのシティ牧草地とかでもいいのかなって。まあセイレムでは割と出やすいっていうかまあいろんなクエル出るんだなって感じですね。そう、まあ、そこで実装してるからねセイレムで落としてもらえてねっていう感じなんだけど。でまあ、はいはいはい、住んでない人はやっぱこれもイベントで忘れずにゲットっていうのがそうですね。2分素材だな。最後です次が。ほう。そう。まあ、全部で9種類あるんですけど最後が霊神の火薬。火薬です。あ、これ霊神って読むんですね。そう。俺もね、そう読めなかった。なんとなくで。うん。火薬。火薬火薬。火薬火薬。そう。でこれはスキルサイリンレイ合わすとこれ2080個。やっぱりでも2000は超えるんですね。全部同数で2000は超えます。2000は超えますね、必ずね。超えますね。そういうことか、はい。そういうことです。はい。で、まあこれはロストベルトナンバー1のアナスタシア。はいはい、はい。で、あの初めて実装された。実装された。同数になります。で、まあよく使うサーバントは、まあその時に実装されてるアナスタシア。アナちゃん。アナちゃん。そう。これもスティルで216個。200いったね。そう。でここでロストベルトで登場を新しくしたバサランテもスキルで180個使います。はい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 。バサランテか。でもさアナスタシアが火薬使ってちょっとさなんだろうねなんか物騒だよね。まあ使いそうといえば使いそうなんだけどカドック君大丈夫かな。いつも後ろからバンバンやられてそうでこうおすすめの周回は、まあ、そのロストベルト1のアナスタシアの、矢がスモレンクスかな。どこに来たらスモレンクス、うん、ヤガスモレンクス、うん、ヤガスモレンクス、はい、が一番いいかな。単独なんで単独ですね。はい。で、まあ、他にはまあそのアナスタシアのフリクエで結構いろんな場所でドロスんで、はいはいはい、まあ副産物見て、自分はどれかなっていうのを選んでね選んで回ってもらうのが一番いいかと思います、うん、それもありです、ね、でこれも2部なんで進んでない人はやっぱりそのイベントで忘れずにゲットしてください。2部だな。そうでまあ以上で同数に関しては終わりです。はい、ありがとうございます。はい。そうなんだ、全部2000個オーバー使うってのはちょっとなんか発見じゃないけど。そう、結構使うんですよ。うん、やっぱいくらあっても足んないな。そういくらあっても足んない。だからやっぱりイベントとかないときは回っちゃうよねフリクエ。そう、なんかあの200個以上持ってるなとか思うとイベントでのなんか回収は後回しにしちゃう。まあね。しちゃいがちなんだけど、そう。同数材は結局使うんだから今のうちに。早めのうちに溜め込んでくってのもありってことですね。そうですね。なるほどな。中でもね、まあ、英雄の証チリ骨は最初からある素材なんで、まあやっぱ最初に実装されたサーバーってやっぱたくさん使うんで、はいはいはい、先ほども言った7000オーバーっていうバゲモンだみたいな。まあ本当に確かにそうだね。そう。
あの強い、まあ、星4、星5キャラでも使うし、まあ、星3とかでも、あそう星3とかでも全然使うんだ、ね、からね、再臨とかだけでも、うん、確かに、うん、大体あの、ね、長くやり始めるとね、星3で使えるキャラとか星4で使えるキャラとか、うん、こういうのも育てておきたいなみたいな感じになってくるとね、その時に突然足んなくなってくるんだよね。そう、まあ ね、 コストの面とかでもね、ね、確かに、パーティーのね、そう、あの冷蔵ガン積みしたいなとか、いろいろあると思うんでね、そういう時には必要になってきますね。そう、まあ、ちなみになんですけど、今言ってくれたその限定のサバとかで星4とかいると思うんですけど、はいはいはい、浅上藤野さんはあの星4なのに同素材で骨が126個、チリが88個、髄液180個、杭180個、はい使います。要求しすぎだよ。要求しすぎ。どんだけだよ。そうで星4でやっぱこれはイカれてると思います。そう、はい、すごいね。いかにやっぱり、うん、周回をそうFGO は大事なんだってのがね、わかりますねこれね。そうなんです。なのでもしみんな時間があったら、周回を、はい、今あのお伝えしたねクエのところをね、いろいろ回っていただけるといいですねと思います。はい、はい、でもし次はあの銀数台もねやれたら、そう、ね、そうやりたいと思って、今日は同数台だけだったんで、はい、なのでまあ同数台のどんだけ使うのかっていうのはこのぐらいの結果になりました。はい、では皆さんまた同素材集めに行ってください。そうですね、雰囲気行こう、雰囲気、雰囲気行こう。みんなで雰囲気行こうぜ。そう、骨だ骨、骨ですね。じゃあ今日はこの辺りで、はい、ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。面白いと思った方チャンネル登録よろしくお願いいたします。コメントもどんどん書いていただけると嬉しいです。それではバイバーイ。